英語ネイティブにならなきゃいけないってすごい思ってますよねなんならネイティブより上手くなりたい英語人口の80%はネイティブじゃない本当とですか非<ー>ネイティブが 勝ち抜いていくための英語コミュニケーションというところを紹介したいと思ってます聞き逃してもう一度繰り返してほしいときできるひねぎ手はどちらを使うでしょうかせーの B A あ,あー、いいですね回答は後答はじゃあ後にしますはい何何。プリーズっていうのは大人が子供を悟したりするときに言うことが、ね、結構押しつけがましい言葉なんでます私、本当私ビジネス英語で使うときに、うん E メールでプリーズは一回しか使たんです日本人は英語に丁寧語はないと思ってるのは間違いで日本以上に丁寧にしていくってことが重要なんですね。むずすぎるさあ本日から始まります新番組ですイングリッシュスキルセットビジネスパーソンに役立つ英語のスキル勉強法などをお伝えしていきます一緒に学んでくださるのが 俳優の笠松翔さんですよろしくお願いしますお願いしますよろしくお願いしますピボットもここまで来たかというねいやいやいや,いや,いやこんな素敵な俳優さんがピボットに出演してくださって今回英語を学ぶのは俳優の笠松翔さん日米合作ドラマ東京バイスに出演してハリウッドから注目を集めました昨年からアメリカ最大のエージェントとも契約し本格的なハリウッド進出を目指して 本気で英語を勉強中です。草間さんピボット見てくださってるんですよね。ピボットはい、あのめっちゃ見てて、あの本田圭佑さんのカードあげる、はいあ。エンジェルスやつ、はい、とか、あとあのプログリッドの、はい、あのあ。私のあの英語のシリーズ。あれはめちゃくちゃためになりました。本当ですか。一時間僕英語毎日やってたんですけど、ええ、十分やってると思ってたんですよ。はい、それが。おい、待ってよ。三時間四時間っていうのがビジネスパーソンの中で当たり前なのかっていうのを気づいて。はいええ、今そこにちょっとでも近づけるように。 勉強中ちょっと増やして勉強してるんでめめちゃくちゃゃくたたになりまし今「プログリッド」って話ありましたけど今回これ「インギリッシュスキルセットでこう」で英語を向上させる番組を立ち上げたわけですけど、はい、その笠松さんがそもそもその英語を学ぼうと思ったきっかけって何だったの<あ> <laughs> まあハリウッドの「東京バイス」っていう作品にまあこう運よく決まりましてその時はまあ一生懸命英語でお芝居しながらこのハリウッドの先輩たちと一緒にえお芝居してたんですね、はい、でそれが放送されるタイミングで僕はそのアメリカのエージェントとかマネジメントが決まりましてえそっから毎日「You have to study English と<ー>」と「WhatsApp」が来ると<ー> LINE みたいなやつが毎日来ると。えー、で最初無視してたんですけどとあるなんか超すごいもう日本でも有名な あの作品があって、はい、作品のプロデューサーおばあちゃんがお話をしてくれたんですよ、はい、1> で1時間時間くださいって言われて話したんですけど 2>,、うん、まあ2分ぐらいしゃべってあ「あなた英語勉強する気もないししてないでしょあそんなんじゃ無理よあなたみたいなポットでの俳優はあのこのあのハリウッドにはいっぱいいるのあなたなんてすぐいなくなるわよ自分のことちゃんと見つめ直してねバーイ」って言われてパッと切られたんですよ厳しいできっつと思ってその日から、はい、その日に行きました これね、だからこれあの、今私の目の前にたくさん本ありますし、こうノートもあるんですけど。これすべて笠松さん、こう私物ですよね。本当、本当に私物です。いいですか見て。なんかノートもだって、もうちょっと破れちゃってますからね。汚いですけどね、本当に。あ、please help me。そういう日もありました。じゃ、私も、それこそピボットに入って。英語の番組、自分でちょっと立ち上げてみたりとか。これもそうですけど、海外進出、海外留学も含めてですね、考えてるんで。 ともに世界を目指しましまょうなるほど世界を目指す2人が並ぶ、はい、だからイングリッシュスキルセット、ね、そういうことですもしいお願いしますこ,この新番組を一緒に盛り上げていければというふうに思ってます,、はい、ますよろしくお願いしますということで早速初回の講師の方お呼びいたしましょうマイクロソフトシンガポール本部長の岡田兵吾さんです よろしくお願いします見た目のインパクトが相変わらずいいい皆さんのオーラに負けないため今日気合い入れてきましたシンガポールからやってきましたカ島でナルデですよだってマイクロソフトのシンガポール本部長ですから簡単にプロフィールご紹介させてください同志社大学卒業後はアクセンチュアデロイトコンサルティングマイクロソフトグローバル企業3社にて25年間勤務されています で自らの経験をもとに非ネイティブのためのビジネス英語の本を執筆されているといこと、はい、今日もあの<あ>たくさんこんな感じであの英語本3冊を出してまして、はい、嬉しいことにその韓国からも問い合わせがあったりして<ー>一緒に話したりだとかセミナーもさせていただいたりとか、はい、ちょっと楽しくなんかいろいろとさせていただいているんで私自身はこう言うと英語がすごい得意な人に見れるかもしれないんです、はい、英語で何度も苦労して何度も首になりかけて、うん、苦労して灰ずれ上がってきたような人間です。 実はあまり英語得意じゃないんですね。す英語は得意ではないんですよ、はい、けど英語は苦手がゆえに頑張ってきてなんとかうまく外国人とできたっていう術がありますので。それをなんかご紹介したいと思ってます。では具体的に今日この講義でどんなことを教えてくださるんでしょうか、はい。まずやはりこの私のこだわりとしてその非ネイティブっていうところにこだわってます。うん、まあ要は英語のネイティブじゃないよ、はい、日本人だという非ネイティブだと。でも非ネイティブが勝ち抜いていくための 英語コミュニケーションというところを紹介したいと思ってます。なるほど、まさに学びたいポイントですね。それはね。うん、あ、そう言っていただいて嬉しいです。はい、ありがとうございます,す、ね。今日ね、だからそういう意味では、はい、結構こうもうホワイトボードにもね具体的に書いてくださってますけど、はい、これはまあ教えていただける項目うでもありますよね。一、はい、で言うとネイティブになろうとするな。はい。に、はい、英語こそ。 敬語を大事にせよ英語で敬語どうですなんか英語の敬語ってなんかこう意識されたりとかってしてきました丁寧にみたいな確かなんとなく意識あるんですけど、うん、敬語はないなっていうかいやだから時勢下げるとかはやりや,やろうとはしますけどでもそれどころじゃ正直なくなっちゃいますね自然と会話がつながるキーフレーズ合コンみたいな話 <laughs> <laughs> だから日本語の英訳は伝わらない。あこれ気になりますね、自分の意見は、Think 以外で伝えよ。いやもうアイス、ね、アイング、アイスアイング。ま私もずっとアイ,アイスイングばっかり言ってたんですね、はい、まあそうじゃないんだよっていうところ、また紹介できればと思ってます。はい、りましたこれ、あのー、ゴールは何になるんですかゴールも今、そ紹介しましょうか。ぜひあの書いていただければ。着 <laughs> るですね。はいほう ヒネイティブがグローバルで戦う武器を身につけるです。このゴールたどり着けたら、うん、いやなんならそれがしたいんですよ。<laughs> で,すよね、できますよ、<ー>できます。ちょ意識を変えて、まあ使えるフレーズを覚えていくことでできるので、あ<ー>まあそれにちょっとご紹介させていただければと思ってます。だから今日岡田先生のこのお話を聞けば、はい、これこ,この5個のポイントを意識してじゃ僕たちはだから学歴がある派生さんと学歴がない僕とがヒネイティブがグ,グローバルで戦う武器を身につける本当に本当に。本当に 嘘は言いません信用してくださいすめっちゃ楽ししお願いしますじゃあ早速簡単にまずできる非ネイティブ VS できない非ネイティブクイズっていうのをちょっとなんか皆さんちょっと俺挑戦してみていただければと思いますはい、はい、任せてください問題に直面していますと報告する時どちらができる非ネイティブの回答ですか、うん、A「I have a big problem」B「I'm facing a big challenge」どちらでしょう じゃせーので言いましょうか。せーの B。オッケー。なるほど。なんでかも僕あります。なんでだと。二つあって、えっと一つはやっぱ I have big problem まあこのこれはまあ普通でももう一つは難しそうな言い回しをしている。なるほど。これが一つでもうか多分こっちが先生のこうしてる理由かなと思うんですけど、このなんかこう大きいこうチャレンジに向き合ってるっていう前向きな感じがするっていうことが多分できる感じがするのかなっていう。 さすがですねやはり勉強の成果が出ておっしゃる通りですうん、うん、でまさにこのチャレンジっていうのが高い壁なんですねこれを一生懸命乗り越えているっていうことで問題があった時にも挑戦してるんだっていうポジティブな印象を与えるこういうパワーワードだってことですでただ一つ違うのがプログラムっていうのが日本では問題イコールプログラムって考えてるんですけど、はい、英語ネイティブにとっては解決が困難な深刻な問題っていうイメージを与えてしまうんですよ。 言葉でもそうなんですけど、E メールで、例えば先ほど言った世界ナンバーワンのエージェントに、プロブレムだって連絡をすると、<ー>ちょいまでもう一丁まで、プロブレムと来ると、みんなざわざわざわってするんですよ。そうか。笠松さんの話いや、仕事ではやっぱり解決できないっていう、いろんな問題があっても、正直を乗り越えていくでしょ。うんうん、必ずゴーじゃないですか。なので、プロブレムじゃなくそのチャレンジ、大きな問題なんだけど、 こういうなんで壁を解決していく事態が起きているみたいな話をすることでクライアントだったり上司が納得するっていうのがあるほどもちろんただプロブレムっていうことで緊急に相手の注目を集めれるっていうのはあるんですが、うん、使い方を間違ってしまうと大きな混乱を招いてしまうのでううできるヒネイティブはポジティブな B を使うということですねなるほど間違ってはないけどポジティブっていうことですね、うんうんうん、そうですねはいさすがですじゃあ次行ってみましょうか、はい、さすがですね。 聞き逃してもう一度繰り返してほしい時できるひねりではどちらを使うでしょうかがせーの。ああいいですねじゃあ今度は長谷部さんのさっきいやこれはですね私が普段 A よりも単純に B を使う機会が多いような気がしててまあ普通にこう聞き逃しちゃったなって時に「SORRY」みたいな感じで一回き直する。 もう本当に自分の経験上それが自然かなという。はいしょうさんは。僕はですね、ボス普段で言うともちろんそれいいとか、あのっていう時もありますけど、で Could I speak one s e c o n please? とかって、あとなんか please がすごい前向きな感じが今するなって。なるほど。その前向きっていう意味で言うと。確かに please ね、丁寧語で言いますよね。はい。

解説はじゃちょっとこうも後にします。分りまよ。<laughs> そうか、でもそれがポイントでもあるっとこ,このエレンとをね、ね感覚で覚えてもらっていければと思ってます。はい。じゃあ早速今日こう一から伺いたいんですけど、ネイティブになろうとするなっていうのはどういうことですか？ あのー、まずなんですけどやはり皆さんちょっとやはり英語を勉強してチャレンジの中で英語ネイティブにならなきゃいけないってすごい思ってますよね。何なんならネイティブよりうまくなりたいと思ってこと <laughs> あなりますよね <laughs> やはりそちらの味があってこ言葉もあるじゃないけど引き継け魅了する俳優になりたい。 まあそ,うなんそこはいいんですけども、やはりこれ私が経験なんです。海外に行って英語は何度もできずに首になりかけた経験の中で、やはり私にやはり英語、綺麗な英語を話したいとか、上手くないと、この場で発言しても良くないんじゃないかみたいに思って、萎縮してしまってなかなか仕事を回せなくて、会議で発言しなくて自動状態になったりして、うんうん、もう会議で発言しないんだったら来るなって言われて、 首みたたたいなな状況になっっりだとかいろいろとかあったんですねその中で周りを見てみるとタイ人でもいいですし中国人でもいいですしヨーロッパのドイツ人とかで非ネイティブなんですけど英語使えないど,どん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 仕事を回してた外国人がいたんですよ。 その時に何で私の非ネイティブで日本人は結構苦労してるの外国の非ネイティブの方はうまくやってるんだっていうところで彼らの振る舞いなんかを考えているくて非ネイティブとしての戦い方があるっていうことを気づいて今回そもそもの中日本人が思い込んでいる英語に対する誤解っていうのをちょっと紹介したいなと思っていてまず最初で言うと全世界の5人に4人は英語を話せないということなんですね。ということは5人に1人しか英語を話せないっていう。 これ結構日本人の方って日本以外の外国人って結構英語話せせるとと思っててたりとかしてませんでしたああいや、まま、最初は僕は思ってました思ってました、はい、最初思ってます確かにそんなイメージありますありますよね、うん、そ,うそうじゃないですよっていう話と次に行くと英語人口の80%はネイティブじゃない本当<え>ですかもともと英語を喋る国はい っていうのは実際は限られてますよと限られてますねはい<ー>もうアメリカイギリスアイルランドオーストラリアシンガポールとそういったとこじゃないですかはあ、はあ、インド人も英語は非ネイティブですし、うん、アメリカでアメリカ人っぽく働いてて聞いてみるとブラジル人だったりイタリア人だったりするわけですよ<ー>エーシェントの方って実はアメリカ人じゃないいいかもしれままませんよよ違違すす結構非ネイティブでみんな英語をなんか学んで第二外国として使ってアメリカで活躍してる方結構多いんですよ、うん、へえ 結構そこみんな知らなくて、なんかみんな全員がアメリカ人、イギリス人で英語を話してると思ってるっていうところですね。うんはい、他、なんか誤解としてなんかどういうのあると思います。あとあれじゃないですか？あんまあよく言われますけど、まあ、決してその発音一つじゃないと思うんで、うん、別に発音がこう。ネイティブと同じじゃなくても伝わる。 まさにその通りですね。結構癖のあるなんかフランス人も癖がある英語ですし、イタリアの方とかもお会いしたりです。結構癖があったりしません？あるあのなんですけそのフランス人の英語とフランス語に釣られたフランスっぽい英語とか、ねはい、まさにインドだったらそのインドのイングリッシュ、はい。そうですね。なんか R のね、はい、巻きが強い英語だったりします、ね。それとインドの。そうですね。<laughs> っそういう感じですもんね。あなるほど。 そんなまさにそんなところで非ネイティブの英語は私の今あのシンガポールでマイクロソフトシングル60か国以上のメンバーが働いてるんですけど今のアジアのせえ管理職っていうのは英語全員非ネイティブなんですよだったりしてそんな中でそのまあ業務を回しているので英語非ネイティブの英語が世界標準だったり今おっしゃってた発音文法が完璧でなくて伝わる言語が英語だったりこれが一番重要なところなんですね。 今 LGBTQ だとかブラック・ライブズ・マターとか話題にもいろいろなってましたけどもまあ人を差別しないっていうことに今非ネイティブ英語をボコボコとしない人のを差別しないっていうのも含まれてますと。れれののか、あのー 得意分野だったりだとかその専門性も変わってきてきいる時代です、うん、で誰一人として同じ人はいないっていう考え方でそういった違う人が集まることによって収穫したこののががすすごいいい可能性を秘めているってるるうのが世界的に考えられてるんですねだからそれぞれの人を非ネイティブだからといっても日本での経験があったりだとか日本の実績があるそこを知らないのはもったいないよねっていうことで非、うん、ネイティブに対しても差別をしないどんどん受け入れて聞いていこうっていう流れ な,なるほど今日本人にとって我々が、ね、活躍しやすい,い時代だということなんです、ま、だからあれですよねもう非ネイティブでも自信を持っていいってことですよねだから私が言いたかったのは英語ネイティブへのコンプレックスだったり日本の受験英勉強の,そのトラウマ文法が完璧じゃないといけない発音が完璧じゃないと、まあ、外国人に伝わらないじゃなく、まあ、どんどんその外国の英語の世界に入っていったらいいんですよなるほど 2番この英語こそ敬語を大事にせよ、はい、ここ我々気になってますそうですでちょっと、ね、なんか例題もあるので見ていくとあちょっとその前にまあまあビジネス英語「絶対ルール」っていうので非ネイティブで言うと簡易な使えるフレーズを多用してるっていうのと基本はやはりポジティブで丁寧な言い回しなんですそれぞれバックグラウンドが違ったり、はい、多用していいんですか多用していいです 最初のうちはどどんんしていいでですす本当か僕もそのフォーイグザンポーも分かんないますけどもんか多いそれこそ使えるフレーズが少ないんでわかりますめちゃくちゃ言っちゃうんであもうこれ使っちゃったカード切るカードないって思ってるただそこにいろいろと後でも紹介しますけど定時英語で敬語を使っていって書いていったりとかしていったり単語を変えてやはりフレーズっていうのを勉強で大切です文法があって あの単語ですね英単語あって文法があってフレーズを覚えるっていうのは,はあの英語の学習で重要なのでその辺をちょっと使ってもらうっていうのはやはりポジティブで丁寧な言い回し<ー>これなぜかっていうといくら発音がきれいでも「You are wrong」みたいな感じで言われると結構嫌じゃないですかまあそれはそうです、ね、まあそういうとこも表現を変えていくみたいな例で例えばこれなんかこのそれぞれの言葉が「<ー>こんな言い方できるよね」ってあるんですか何かあったりしますあの、まあ、一番簡単なのはやっぱ ノ,ノットコレクトとかにノットコレクトとかにするだけでも一個ちょっと差があるかなとかは、はい、思いますけどなんだろうね、うん、まあちょっとここで言うとそこでやんわりとしちゃうと、はい、I think you might be mistaken ちょっと思うんだけど、ね、断定しないんですよ短い言葉の問題って直接で断定なんですよ間違ってるインコレクトでもいいんですがやっぱり間違ってる I think you might be mistaken ということでちょっと遠曲で間違ってるかもしれないよっていうことでやっぱ職場の中でみんなその心理的安全性を保つじゃないですけどもみんなが楽しく前向きにできるようにちょっと言葉を意識するとか次もちょっとお見せしましょうか。I don't know.I don't know. はい。I have no idea とかまあまあそういうことです、ね。I have no idea すごいいいですよね。でもそうなっていいです。But ビルドでもいいですし、シさん、これビルさん、これでさ、ハセンさんね、ハセンさん can probably help you みたいなね。要は、短い言葉でナスティングとはノーって言ってしまうと、そこで会話って終わってしまうんですよ。今後、じゃそれを仮にシオウさんがこんな優しいの言ってしまうとすると、いや、シオウさんやっぱ怖いな。次回からシオウさんになんかもう助け求めるのやめちゃおうかなと思ってしまうんですね。いや、シオウさんが英語できなくても、I have no idea, I don't know, でもね、ハセンは知っているみたいなことを言ってくれると、 翔さんっていろいろと分からなくて教えてくれる優しいなっていうここでつながりがいくじゃないですかでク、うん、リイティブってやはり英語が苦手な分逆に短い言葉簡単ですよねこの後の「ビルキャンプロバリーヘルが簡単簡単な言葉でミーー短くそれをいろいろと使っていってコミュニケーションを大切にしていくって姿勢が大切だっていうことですね。ここれれ今セリフあるからこれ言えますけど これを組み立てる時間がもう待ってくれないんですよこんなに。なるほど。でこれがもうグループ3人で4人で5人で話すとなるとああなんか例えばもう「You are wrong」でも僕は言いますもう「I love you! I love your s t l e I love you!」But You are wrong!」もすごいんですよ今のすごいねクッション言葉が入ってるじゃん最初に。サンドイッチいい言葉って違うよねってその後聞いてくれて「ありがとうサンキュー」とかねこういう感じのアンダスタンディングでいいですよ。単に分からないとかで終わるんじゃなくてまあ会話を。 な二三語で終わらせるんじゃない、そこから言えること知ってることはゆたえて、英語が苦手、ここって英語の苦手って話じゃないと思う、意識の問題です。回答するときに分かんないだけじゃなく、相手を何とか助けてあげる、<ー>できることをやるってそこまでやるというコミュニケーションの意識を変えてほしいってことですね。つまりこの最終的にここまでいければいいよね。だけどまあまずはその相手を思いやったえっとポジティブな表現をしながらえっと。 とりあえず今ある情報を持って私だ、ね、まさにその通りそれをもう感じてくれても完璧ですもう今日私の使いたかったことの8割をもう理解いただいて<や>早いですすごい早いです <laughs> なるほどなるほどえちょっとフーアユははいえ羽生さんどうどうしますフーアユ丁寧な言い回しはいあなたは誰ってフーアユもよく聞く言葉なんですけどねまあでも丁寧にどう思いますフーアユ Where are you o c m i n まあまあそれもいいですけど、まあ、まあどこから来たいか、まあ、答えで言っちゃいますと、はい、まあ例えばこの前の「may I have your name」「may I」っていうのはすごい丁寧語の中でも大きな「may I have your name」とか言ったらもどこでも通じる言葉ですけどねだ僕だったらもうこれはもう「Hi, I am so who are you」って、はい、言ってそれでもいいですああなるほどいいなるほどでもこれだからフレーズで覚えちゃえば結構慣れてくる と思うんですよね今までやったらなんか Sorry I don't k とかで終わっちゃったのが、はい、その I have no idea but で覚えておけばなるほど b だったりこの例文で覚えちゃってフレーズで使っていけばあと変えるだけですからね<で>か名詞を書いたりっていうようなところですね自分のものにしちゃえばいいってことですねそのフレーズ自体はね,うねおっしゃる通りですねそ,それで覚えないといけないなじゃあこれからは次あの簡単に、はい 丁寧語、敬語敬の使いい方みたいなとこを紹介しればい、えー、これもね <laughs> ざっくり色もうレベルって書いてるんですけど <laughs>、はい、これ徐々にその「Tell Me More Details を」をこれをどんどん手にしてチャット GPT に聞いた方がいいですよいやもうすじゃあもうちょっと出していきましょうか、えー、ょもうか,かる感覚で言うとこうなんですよ。えー あもうあそうかこの感覚の違いがでもわかんない。とょっとまあ<う>テレミにプリーズをつけるとか、あとさっき言ってた疑問形っていうのは結構丁寧になる、ウイルュとか、ウイルュキャンユーとかある、はい、さっき言ってましたね、しょうさんが何度か、<ー>時性を変える過去形にすると、英語がなんかわかりやすくなるんですね、優しくなると、くっとかくっでくっ従とか宇宙に今度、ポシティブリーとか、カインドリーとか、えー、プリーズって言葉を入れると、るさらになるし、回りくるんですよ。で今度さらに 疑問文よりも平序文っていう肯定文みんな I wonder if 丁寧レベルはこう変わるよっていうことで日本人は英語に丁寧語はないと思ってるのは間違いでこれ丁寧語さって最初出会った時だけじゃないんですよ私が思うには外国人コミュニケーションは横社会だから、うん、最初からずっと丁寧であり続けなきゃいけないんですよ 最初会った時だけ、これオープンな性格なの、その後から全然話を聞かないとか、きつい言葉を言ったりすると、もうすぐもうなんかもう嫌われるじゃないですか、人の人との関係はもういらないみたいになってしまいますし、もう先ほども言ったように、世界では今、ワンチームで動いていくようなことが求められてくるので、常にこれをうまく使い分けて、環境、ビジネス現場であった形に変えていくってことが大切。ただ、この変え方分かったら実は簡単なんですよ。疑問文にすると、 ちょっと丁寧になる、うん、そ疑問文の「ウイルキャンユー」を「屈中に変えると丁寧になってくるとか分かってくると、まあ、徐々にステップバイステップで上げていけるのかなっていうところで、うん、もうなんか断ることに「I was wondering」って言おうかなこれ <was> はい。「I ワ a s w ン n とまあ悪くないですよ「<laughs> I was wondering」を使って3回使ったら覚えます。 本気なんでね、僕は今日、いや、本気ないいコミュニケーションはそうなんで、ああだからこれも知ってて、そしたらこういう人が来た人っていうのは、すごく翔さんとかハセンさん、皆さんのこう気遣ってくれてる外国人だ、仲良くしてあげよう、彼らに答えようと思ってほしいです。ああなるほど、なるほど、すごいなんか私、日本にこの辺を教えるようになったら何かっていうと、ああ結構、イエス、ノーといったりは、グロービッシュっていう言葉があって、短い英文、たとえば翔さんが言ってたみたいに、どん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 話していけばいいんだっていう。 の英語が流行った時期があるんですねその英語のコミュニケーションとしては私大好きです。えー、そただそれをブスッとした人とかなかなかコミュニケーション上手い人が言うとすごい短文できつく聞こえてしまうんですね。ね日本人が思う以上に日本人の大人の世界の例えばビジネスパーソンの表情なんかは外国人は結構ねきつい怖い顔に見えるらしいんですよ。表情が見えないって言って。でそこでなんかそういう短文だけの話で淡々と言ってしまってしまうと。 きつく感じてしまって、なんかこの人と一緒になんか仕事やってるのは怒られてるのかなっていう感じてしまうんですよね。でも一生懸命やってても、だからそういうのを分かっていたら、こいつは気遣ってくれてるなって、だからその辺のお前の気遣い好きだよみたいなことで答えてあげて言ってくれたりとかして、こう、相手を何でしょう。 判断するためにもこれ知っていてほしいしちょっと逃げられる時でこういう言葉をしてたらいいとかねっていうだから自分からこの言葉を生み出せなくてもまだ今の段階では、はい、でもあ、if it's ok with you とかってなんかちょっと枕言とを置いてくれてる優しい言葉を使ってくれてるってわかるだけでもそうか確かに違いますねまどろっこしいこと言ってきてんなって今まで思ってましたけど、はい、でもあ気使ってくれてるんだそう,そういうのを思ってほしい逆にそういう気遣いがある人と メンバーになっていく私もやはりいろんな人見てて全員が全員優しいわけじゃないそういう気遣いあるわけじゃないですか働く上でそういう気遣いがある人好きなんでな、ね、そういうコミュニケーションの人とできれば一緒にチームを組んでいこうと思いますからねでも難しいですね難しいですね,ねちょっとまあ、はい、他にもあるのどんどんいきましょうで<ー>、まあ、この要は「very sorry」ってこれ最初の意味で言うと「we are very sorry that you took the time of your busy、uh, schedule to visit us in the rain、うん、the other day、はい」っていうことで要は 先日雨の日にかからわざわざお忙しい中お越しいただいて本当に本当に申し訳ございませんっていう言葉ですね。はい、それもあんまりよくないよっていうことなんですよ。そんなことで Thank you for taking time out of your b u s i n e schedule」みたいな感じで「Thank you」とか常にポジティブな言葉の方が外国人から聞いてると卑屈じゃなくてオープンに聞こえますよっていう話ですね。あ そうか,か2つ目もそうですね、アポロ,ロジーとかベリーソーリーを使うんだったら、アプリシエイト、ユーク・コンシダー、プロポーザルみたいな、なんとかごめんなさい、このプロポーザル、企画書読んでくださいってお願いするんじゃなくて、それよりもアプリシエイトっていうと、常に感謝を示していくみたいなところですいな日本語って、ちょっと日本語を直接訳していくと、過剰な謙遜になったりするんで、うん、もう少し適切な敬意を示していくというか、感謝を示す言葉に変えていくっていうことで。 より丁寧な英語になるっていう一例ですね。なるほどね。過剰に謝らなくていいということですね。そうですね。謝罪より感謝と。謝罪より感謝。まあまさにそうです。遅刻した時なんかにもなんかミスリーフォームライトとかいいじゃないですか。それよりはサンキスカインドペンシショナルみたいな方がいいですよね。うん、待ってくれて<で>あなたのペンシショナルありがとうみた、ね、ありがとうございます,ますみ,たいみたいな方が。 そこも難しくて、うん、私もわざと戦略的に「i m s o r y とか使ってますたまにア「I'mTooReStory」「v e r y s t o r y なぜなら<ー>これ「a p ロ l ー g って書いてあるたビジネス上の謝罪って「a p ロ l ー g とか「Story」を使わなかったりするんですね「s o r y って結構自分の日を認める言葉でなかなか言わない外交人多いです<ー>やっぱりこれは私が間違ってたなっていう時は素直に「Story」を言います逆にね逆にそういう人好きなんですよなるほど、ね、こいつ素直だなってそういう人いいじゃないですか<ー>、はい、だからそういうふうに使い分ける意味でも英語のそういう「 タブー英語というかそのまた今度パワーワードみたいな言語言葉ある、うん、その辺は知っておいて使い分けていったり相手が言っているのを感じてあげれるようになっていくと英語は楽しくなってくると思いますなるほどだから会話におけるその文化をちょっと入れといて、まあ、向こうの普通をどれだけ自分に入れれるかみたいなことですよね今こう言っててくれてるのまさになるほど、ね、おっしゃる通りですね。はい いや難しいけど面白いね難しいそう言っていただいて嬉しいですねじゃあちょっと次どんどんいっていければとこっちがさっきの問題ですが解答編ですよね答えがまだ出てないんだ出てないです先ほど分かれましたよねはいさんああそうだ僕はそうポジティブだからプリーズっていう話ででここの話で言っちゃうと答えはこうなんですよえ答えは B あのねプリーズっていうのは大人が子供を諭したりする時に言う言葉で結構押しつけがましい言葉なんですねそう 私、本当私、ビジネス英語で使うときに、E <laughs> メールでプリーズは1回しか使わないんですよ。プリーズの代わりに、カインドリーって言葉を使ったりとか、えー、ああいうことはプシェですから、ちょっとね、押し付け回らしいんですよ。プリーズですかはい。で、今度、ワンスマーっていうのは、結局、ワンスマーって言っても命令形態もう一回やれよっていうことだから、失礼に聞かえるってことで、なぜでソーリーがいいかっていうと、まあ、さっき言った、 私に非があったっていう素直に受け取られるっていうようなところがあったりするっていうのと、まあ、簡単に聞き取りやすいっていうのもあの聞きやすいっていうのもありますしうん、うん、あと似たような言葉で「パードゥン」とか「エクスキューズ」みたいなことよよく言葉がありますよねあれはねだから1回2回はいいんですよでも何度も言われてくるとなんかもうビジネスマンだったりすると何とか必死に声を出して言ってるのに声小さいのかってなんかみんな声を大きく。 で話すことに努力してるのに、はい、そのことは「え私の声って小さいの?」みたいな感じで与えてしまったりするのでうん、うん、この総理なんかは素直に「<ー>私が聞き取れなくてごめんね」っていうことで、まあ、使いやすい言葉っていうことでできるヒネーティブは あえてこちらを使っ戦略的に使うみたいなところですね。はい、あともう一問あります、ね。ありましたね。まだまだ実はいっぱいありますからね。はい、はい、こちらこれどうでしたっけ？両方二人とも B でしたよね。これ我々はい二人とも B を選ばましたね。で答えはこれまさにそうなんですね。死後で変わる丁寧さということで、はい、まあ上のほうは U っていう U、D と線出したドキュメントっていうとお前はやっとないお前やってね送ってなかったようになるんですよ。でやグローバルな世界で言ったか何時までと決めたのかどうかも曖昧だったりする場合もあるかもしれないし。 お互いの言葉がまあ非ネイティブだったせい伝わってない場合もあるわけじゃないですかで,でその点 I haven't received 私はまだ受け取ってないんだけどねっていうと、うん、愛を主語にすることによってちょっとソフトにされることができるみたいなところですねうず、ん、すぎる次今度また別の問題これどうです What makes you think これ思ったらもうどんどんこれも B じゃないですか この感じだともうビーフのだとも分かっていないしすばらしい嬉しいですあこの感覚ね、ホワイトって実は一時ビジネスパーソンの中でホワイを繰り返せっていう話春日さん聞いたことないですけありますあります根本原因は何なんでホワイトホワイトホワイトって突き詰めていくんですよ。これ実際私シンガポールである日本のビジネスパーソンの方がローカルの題でホワイトホワイトホワイトってローカルの社員が泣きかけてるの見たことあるんですよ。 ホワイってなぜなんだって問い詰めていって相手を苦ししめてしまうんですよねもうそしたらどうなってしまうかっていうとないよよってなるんですいろいろと問題が出てきて早めに相談したで相談して上司が聞いてくれどう解決するって聞いてくれてよかったのにこれ「ホワイト」って聞いたりするともうやっぱりもう聞かなくなってしまうのでこうやって「What makes you think that?」みたいな形で主語を変えていく方でやることによって ソフトに使っっってててて気持ちよくく仕事をしてもらえるようになっていくっていうところですねでも私たちちょっとこうニュアンスの違いみたいなのは分かってきましたよね。なんかポジティブに伝えるとかまあそうっすね。使えるかどうかちょっとまだこれからのインプット次第だと思うんですけど意外に英語の方がストレートに言っちゃうと相手に結構強烈になか傷つけてしまうというか上から目線になっちゃうなっちゃうってうどあともう一つあるのがそのシンガポールとかアメリカとかもそうなんでイギリスとかも。 要は首が日曜這う、生理開口が自由なんですよね。だ、みんな一生懸命働いてたですね。ひでひでぶって。せい、なんていそこの母国の人間よりビザの関係でも、危なくなる立場にいるわけですよ。はぁはぁなかなかその国に入れなかったりする可能性もある。うん、だ、みんな失敗しないためにも。こういうふうに誤解を招かない言葉に関しては、目ざとく、すごく勉強を使い分けてますね。すねうまく成功している方ですけどね、うん。まさに英語こそね。敬語を大事にせよと。そうですね。はい。<laughs> リーダーっていうのは役職とか年齢じゃないんですよマインドセットなんですよ英語が聞ける話せるよりもちゃんと自分の意見を出していって外国人たちと議論をしていくことが生き残るための英語コミュニケーション術になってくるってことですね、うん、自分の意見は Think 以外で伝えよう Think、うん、じゃダメですかいいベースドンマイエクスペリエンスいいですねめっちゃオシャレこれいいですか、ね、ら僕の経験的にはそう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 なんっすねどんだけ なんか英語圏に合わせなきゃいけないんだって僕めっちゃ思っちゃうんですけど、はい、濃来いよ」っていうちょっとは英語はアメリカに合わせてるんじゃないですよ世界の共通語が英語だから英語を話せるといろんなそこでコネクションが広がるっていうところですねプラティス・ネイクス・パーフェクトっていうじゃない習うようになれるですから<ー>やってるようになれますその先のレベルに今先生がおっしゃってるところにこうなんだうこのステージがあるってことで信じて頑張っていいんですよ、ね、大丈夫ですか